ダイソンの扇風機を買ったんですが、一つ困ったことが起こりました。リモコンですね。リモコンがどこにも置けないんですね。まあ、こういったところに置いててもいいんですけども、すぐどっか行ってなくなってしまいそうです。そこで、ちょっと一工夫しました。このリモコンの後ろにマグネットをつけて、こちらにも金属の板をシール状のやつを100均で買ってきて貼りました。で、普段はこういう風にマグネットで留めて、なくならないように工夫をしています。